ベリオさんだね。ベリオアットマーク、ベーティン&ワコちゃん応援隊。ベチャさん、うん、ベチャさんって書いてた。ありがとうございます。あ、大丈夫、モモウこんにちは、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 トントン、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 いいよ、こんにちは、こんにちは、モモモモモモモちゃん、モモちゃん、ありがとうございます。皆さん、はい、書きました。はい、はい、よし、いちこめさんを紹介しよう。よし、じゃあちょっと前出ていい？いいよ、自己紹介。はい、いちこめさん、見えるかな。めいちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、もうちゃんから見えるかな。私の初ショールーム、いちこめさんです。べーちゃんさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。記念すべき、ね、あ、書くか。いや、あ、うん、これ見えてる。そう、これね、ももちゃんがね、さっきね、ペペペって書いてあるんですよ。ちょっとスクショタイム行こうよ。ここスクショタイム、スクショタイム、どうぞ。すごいね、ここが研修生じゃん。そう、ね、この間もね、発揮生だった。研修生書いたから。そう、あーたんね、皆さん見ました？アーターのツイート。もう消えちゃったんですけど。違うまま違えるわ。今日時間この間さ、この間さ、あれ書いてあったよ。12月5日の、これ11月5日の日だよ。そう、ほんとに見ましたか、アーターの朝のツイート。そう、ももちゃんが親切に LINE でなんか消したくいいかもしれない、ごめんなさい、ごめんなさい、研修生って書いちゃった。あ、書いていいよ。でも分かる。ちょっとこれ見ていい？あ、さっき書いていいよ。あ、いい。え、これ見ていい？いいよ。いいよって、それアーダの。アーダ借りるね。あ、もちきちさん、はじめまして。はじめまして。はじめまして。ありがとうございます。スプラッシュです。最初のこんな。メイジンさん、ももちゃん、はじめまして。はじめまして、メイジンさん。ゆきめさん、あら、好みのタイプすぎるだって。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと今日は軽くいこうかな。じゃあ、あ、いい？先に。じゃあ、自己紹介します。はい。スプラッシュ、紫色担当の室井桃です。お願いします。今日はね、なんか軽くしかなんですけど、話して紹介しようかなって思います。お願いします。ウェイ、ももちー、ももちー、ももちゃーん、ももちー、ありがとうございます。かけた？うん、これはなんていう、和実さんかな。かわいいって。かわいい？本当に？私かわいい？えっ、ー、と、ベニオ、あ、ベイちゃんさん、ヤハヤハ、ヤハヤハ、ヤハヤハ、つくいさん、こんにちは、こんにちは、こんにちは、野村チームケイさん、こんにちは、こんにちは、テトさん、こんにちは、こんにちは、りょうすけさん、待ってました。待ってくださってありがとうございます。ピさん、モモー、はい、モモー、しろくまさん、始まった、始まりました。野村チームケイさん、さつまいも、あ、そう、さつまいも、でも今日できるんだよ、もえこちゃんと。紫と黄色でさつまいもずだねって、この間野村さんが黄色の T シャツ着てて、そう、私ね、黄色の T シャツ着てからね。だから自分がさつまいもずだねって言った。じゃないんだけど、母さん、こんにちは、こんにちは、ジェイジーさん、こんにちは、こんにちは、ひかりさん、こんにちは、こんにちは。あった、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 はい、先にご紹介いきます。うわ、初だこれ、いきます。スプラッシュ、緑色担当、中島あさかです。よろしくお願いします。あーたー、今日はいつもの違い、ちょっとレアだよ、レアだよ。本当に鏡のもう一個ちゃん映ってる？映ってる。もう一個だけ後ろ行く。ごめんね、みんなブーって。よし、よし、オッケー。N164 さん、こんにちは、こんにちは、来てくださってありがとうございます。ゆいちぃさん、こんにちは、ゆいちぃさん、ありがとう。ルーシーさん、どん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 、もいもいもさん、こんにちは、こんにちは、きょうさん、こんにちは、こんにちは、ふるるんさん、こんにちは、こんにちは、まずさん、こんにちは、こんにちは、ゆうぼうさん、こんにこんにちは、こんにちは、ねろさん、ももちゃん、はい、りょうさんさん、りょうちゃんさん、もも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 もな、広島でさん、こんにゃにゃちは、こんにゃにゃち
ごめんなさい、母さんヤッホー、なんか一回読んだやつもう一回読むかもしれないんですけど、マリュウさん、こんにちは。ちょこっとだけ、ちょこっとだけ来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。みんな平日だからお仕事やし、そうね、無理しないでください。平日にベイちゃんさん、その四角のねって書いてあるよ。あ、ベイちゃんさん、あ、ベリオ、あ、そういうこと。母ちゃん、ベイちゃんさん、ベイちゃんさん、ベイちゃんさん、言ったよこれ、ももちゃん初めまして。マサさん、正規メンバー、正規メンバーです。ありがとうございます。DJ さん、ももちゃん、最高さん、150最高、最高か、最高、最高。ひかるさん、しおんの弟です。あ、しおんさんの一回一緒に撮ったお写真。じゃあ今、タコも行く、行こうか。はい、スプラッシュ、青色担当の高田萌子です。イエーイ、タコも Twitter です。お邪魔してます。ももちゃんのお願いします。土井さん、良いお年を。ありがとうございます。ギフトくださって、ありがとう。ギフト、そう、良いお年を。ありがとうございます。すごい可愛い、可愛い。さつまいもず、イエーイ、さつまいもず。ももわこちゃん、知ってる、わこちゃん知ってる、カープの菊池選手が知ってます。やってたって、イエーイってもうね、2人で守備が、守備がイエーイって、守備がイエーイ、そう、守備が固まるねって話してた、さっき。これかずみさん、かわいい、ありがとう、かわいい、ありがとう。かじつさん、うん、かわいい、ありがとうございます。すごい飛ぶかと。ももちゃん、ももちゃん、はい、ももちゃん、ももちゃん、新鮮すぎる。絶対に誰とも被ってないよね。めっちゃ可愛い。あった、
ちゃ坊主さん、あーたんって、あーたんって、ベリオさん、あーたん、あーはK、びっくりマーク、Z さん、ももちゃんかわいい、自分で言っちゃったありがとう、かわいいよ、かわいいよ、ももちゃんありがとうございます、本当に。AS、広島猫さん、音小さく、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 音小さく、ありがとうございます。皆さんね、パスだろう、チーの色、チーチーの色、そうだよね、チーの色、チー見てるから、不思議な広島根さん、中島ちゃんの髪型最高、何もしてないですけど、何もしてないけど、何もしてない、どうしようか、何する、後でもうちょっとコメント読んでいこうかなって思います。ここだけ、ここまで読んで読む、うん、野村チーム K さん、さつまいもず取られた、今日はちょっともこちゃんと組んでるさつまいもずあつやさん、あーたんのおろしかわゆきだって、おろしかわゆき、おろしかわゆき、新しいもこちゃんも今日朝やってた、そう、やってたんだよな、ほんとに、ちょっとマジかわいかった、ちょっとおろす、おろす、おろす、マジで、あれ、さっき急にあーたんだよ、あーたん、あーたん、あーたん、ラブラブしてる、ラブラブしてるんだけど、置いていかないで、かわいい、K、リクリマーク、Z さん、はじめまして、はじめまして、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあなんかクイズしていく、どうしよう、なんかさっきツイッターでリクエストを募集したんで、そこからね、ちょっと見つけようかなって思うんですけど、結構ね、皆さんたくさんお昼の、平日の、平日のお昼なのにありがとうございます、本当に今日4時までなんで見て帰ってください、企画が全然思いつかなくてリクエストで募集しました。あと行くのだけでも歌いたいです、歌いたいで、歌えるかな、どうしよう、何がいいかな、マニマニ歌ってほしいっていうの結構多かった、どうしよう、恥ずかしすぎるよ、ちょっともうちょっと声を出して喉を温めてできたらいいなって思います、どうしようかな、この間カラオケでね歌った分担で、そうだね、うちが長尾のパートで、ももちゃんがちーちゃんとかでした、あーたんがまいこちゃんで、たかもがかのんちゃん、どうしようかな、何がいいかな、何してほしいですか？でもこれの中でもね、選びたいなって思うんですけど、どうしよう、いっぱいね、ね、いっぱいある、どうする、何がいいかな、今回が最後、それの今年、そうだね、今年もうみんなさんと次会うときは良いお年をじゃなくてもう超えてるでしょ、新年明けまして2020年明けましておめでとうございます、かりゃーてかもう来年オリンピックよね、そうなんだよね、やば、どうしよう、なんか、うん、自分あ、ちょっと待って、あずみん来てくれとる、あずみん、ありがとうございます、ありがとう、どうしよう、最初だし、一人一人自分のセールスポイントを言ってほしいですね、セールスポイント、うん、なんか見てほしいとことか、自分のとことか、あやばい、すごいな、何しよう、なんだろう、なんかまだ置いてたからいくよ、あ、そうする、どうしよう、セールスポイントとか、特技とか、多分、うん、特技とか、自己紹介みたいな、好きなものとかでもいいと思う、自己紹介だよ、あずみんが可愛いって、あずみんが可愛いって、あずみんめっちゃ可愛い、天使、どうしよう、じゃあそれをしていきます、じゃあ自分から言うね皆さん今日は来てくださってありがとうございます、私の初個人アカウントショールーム配信ありがとうございます、本当に急に言ったのにありがとうございます、皆さん大丈夫ですか、お仕事とか多分何こっそり見てるこっそり見てるよね、多分絶対だって絶対こっそり見てるよね、多分バレないように気をつけてください、静かにした方がいいですかどうしよう、まずじゃあ自分の自己紹介を、スプラッシュ紫色担当の室井桃です、私の好きなものは筋肉、激辛、スポーツです皆さん、そう、ちょっとね、筋肉って聞いたらちょっとね、変な子って思うかもしれないんですけど、本当に筋肉は世界を救う変なことを、そう、元気がない時は筋肉を見て私は元気を出してるぐらい筋肉が好きなんですけど、皆さんは筋肉好きですか？大好きです、大好きですか？大好きですか？ね、これもう、なんかね、もうセールスポイントじゃなくなったね、私はちょっと真面目にいこう私は
ダンスが特に得意なので、ステージを見に来てくだされた方はよかったらダンスを見てくださると嬉しいなって思います。歌もこれから練習してソロパートがもらえるように頑張ろうと思うので、皆さんよろしくお願いします。頑張ったー、頑張ったー。ももちゃんマジでダンスキレッキレで、ダンスがもう横で踊ったら踊ってないみたいになるもん。いやいや私踊ってないかもしれないキレキレすぎて、ももちゃんがちょっと来年はもっとキレキレに踊れるように頑張るので、メロちゃんとももちゃん頑張って頑張って、ルージーさん、おーもう室井頑張れ、頑張ります、室井頑張ります、マサさんもももー、りょうちゃんさんももちゃん、パチ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 、みっちさんももちゃん頑張れ、頑張れ、アイスコッキーさんパチパチパチ、ノーブラチービケイさん、ももちゃん、はい、お、哲夫さんがファイトくださったギフト、ありがとうございます、頑張ります、はい、ちょっと最初ちょっとファイトファイト変なこと言っちゃったけど、アジアさん、ももちゃんファイティー、頑張る、頑張って、りょうちゃんさん、ももちゃん先輩メンバーに敬語終了、そうなんだよでもなんか尊敬してるからこそ外しにくいというか、そうね、ちょっと、うん、でも外せるかな、外せるかなそうだろうね、そうね、あとは敬語だよね、あとはい、どうしたらいいですか、あんたの絶対そう、なんかね、自分らせるから、はい、はい、はい、どうしたら、あ、すいませんって言ってね、そう、ごめんなさい、そうちょっとそう、ね、外せるかな、なんかね、無意識だよね、もうね、癖、癖に近いよね、癖に近いよ、そうそう、リックさん、ももちゃん面白いって、本当に不思議な広島根さん、まとめるとダンスに自信があるので筋肉は世界を救うってことだね、そういうことで、そういうことです、そういうことです、アイスコッピさん、紫の服に合ってるって、あ、本当ですか、今日は紫の服に合ってました、竹谷さんがハート100個くださって、だるまも100個くださって、すごいいっぱいあります、りょうちゃんさん、あーたんも敬語終了、わこちゃん見習おう、長尾ってそうなんですよ、いや長尾はね、ほんとイコラブなんかはじけ長尾って、りおちゃんだよね、りおちゃん、りおちゃんめっちゃしっかりしてる、ほんとにほんとに同い年しか思えないでしょ、同い年じゃない、そう、心の広さと優しさが同い年しか思えない、ももちゃんも優しいよ、かわった、かわった、ヒロさんが花束1234個くださいました、ありがとうございます、ヒヨリアイスコピさん、ももたす、あーたん、ももたんだって、ももたん、ももたん、ももたん、イエーイ、ももたんだよ不思議な広島根さん、ちなみに室井ちゃんから見て一番怖い先輩は誰なんだろうか、怖い先輩いない、なんか怖い先輩、喋ったら全然なんか最初はもうなんか怖い先輩っていうか知ってる方がいなくて喋ったことがないから、もう入ったばかりで、それで怖かったけど、そういう怖いじゃなくて不安な怖いだったから、でも喋ったら全然怖くなくて優しい先輩ばかりです、みんな優しい、そう、言わされてるわけじゃないけどね、めっちゃ優しい、リクさん、朝から滑ってるって竹谷さん、クマ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 1個、ありがとうございます、ありがとうございます、あ、ヒロさんが頑張ってね、仕事に戻りますわ、頑張ってください、仕事ありがとうございました、マサムネさん、行っちゃいなよって、行っちゃいなよ、行っちゃいなよ、マサさん、怖い先生教えてって、怖い先生、水木先生だよね、そう、なんか厳しさの裏には愛があるって感じだから怖い、怖いと思わない、なんかちゃんとなんていうのかな、自分たちのことを思って言ってくれてさってるんだなって思うから、うん、思いません、怖いって、そうですねあ、リオさんが少しだけお邪魔しますって、あ、ありがとうございます、テクさんもお疲れ様、配信嬉しいですって、ありがとうございます、じゃあ次誰が行く、自己紹介 PR ポイント大丈夫だよ、自分が変なこと言ったから、じゃあももたすあーたんで、ももたす、あ、私から行きますそうだね、はい、スプラッシュ緑色担当、中島あさかです、なんだろう、将来は、大物女優さんになりたいと思っています、
しみ。そう。あんたのドラマみたいな。確かに。連続ドラマ。演技をとても頑張ってます。練習してます。あんた演技上手だよ。なんかね、いつもさ、ふわふわしてる感じじゃん、あんたって。だけど、演技入ったらすっごい顔が変わるからね。演技中したきにマジで顔が変わる。本当にびっくりして。皆さん思いませんでした、オータムワークと聞いてくださった。去年秋にあった作りの発表会の時に、あんた一人で演劇のなんか主役みたいな感じでのもらった主役で、その時に演技が本当にすごい。いや、すごい。本当に。いや、ね、キャラが、キャラというか、いつものイメージと違って。いや、高野もさ、なんか穏やか、なんかふんわりしてるけど、めっちゃなんか怖い。厳しいスパルトね。そう、怒りがいがあった。怒りがいがあった。だからみたいな。代わりはいっぱいいるのよ。そう。ピさんブラックアラサカだって。あ、昨日の昨日の可愛かった。ユーポンさんあーたーって。あーたごめん自己紹介の途中に入ってた。あ本当にごめんめっちゃ入ってきた。黙って黙って黙って。黙って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 ごめんね。なんだろう、続き緑色になったからには。緑見えてないよ。なんで、あ、ないの。そう、2色です。2色掛け持ち。なんかな、緑色になったからにはまいこちゃんの意思を受け継いで頑張りたいと思います。意思を受け継いで、うん、でも言いたいことは、言いたいことはね、いつもよりも大丈夫。あれだ、いつもやばい。そう、はい、以上です。以上。はい、あーたんの、あーたー、あーたー、リックさん朝霞滑ってるって。何回か滑る。
こうか。あ、待って、これギフト、ギフトをね、たくさんもらってるんだよ。どこまでやったっけ。ここもね、行ってんで、ちょっと待ってね。どうする、まこちゃんの前にギフトを読ませてもらってもいいですか。そうですね。まずは、土井とし彦さん、良いお年を。ありがとうございます。ありがとうございます。ひょうさん、花束10個、ありがとうございます。ありがとうございます。りょうすけピンクさん、ハート100個、ありがとうございます。てつおさん、かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。悪女時代、えり先生、えり先生、ハート100個、お久しぶりです。ありがとうございます。ガジ、カジルか、カジルできます。もしお会いできなかったから、いつもツイートにいいねしてくださるんだよ。そう、ありがとうございます。ありがとうございます。てつおさん、ファイト、ありがとうございます。ファイト、ファイト、ファイト。たくやさん、ハート100個、そしてだるま100個、ありがとうございます。ありがとうございます。ひろさん、花束4個、ありがとうございます。ありがとうございます。たくやさん、くま1個、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ぴさん、かわいい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 、4個、ありがとうございます。ありがとうございます。てつおさん、ファイト、ありがとうございます。ありがとうございます。たくやさん、ハート500個、500個、ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。コメント、じゃあギフト読んだところで、どうぞ。はい。スプラッシュ赤色担当の梶田真子です。中学2年生です。私は背がちっちゃいんですけど、背がちっちゃいです。カープが大好きです。あと梅干しとか渋い系が好きです。マルちゃんヘアでマルちゃんに似てるって最近すごい言われるので、ちょっとマルちゃんにマルコでワコとちょっと似てるのでちょっとマルちゃん化してきてます。皆さん、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。おたこちゃん、頑張ります。もう認めちゃったの？認めちゃった。認めちゃったの？コメントにね、これは。なんかね、もうね、この写真はね、まるちゃんに見えるとかね、もう言われた。こないだのレッスンの時、めっちゃかなちゃんにさ、まるちゃんにしか見えって先生にね、おばあちゃんって言われレオさん、お邪魔しました。ありがとうございます。ありがとうございました。来てくださって、待って、すごい面白いの見る。踊るわこわこり踊るわこわこり、めっちゃいけるわこほーだって。わこほー、600人超えたよって。634人。すごいね、30分で600人。ありがとうございます。ありがとうございます。まこちゃんって、ありがとうございます。皆さん、手がちっちゃいんですけど、手が小さいですって。うち指曲がらない。まこ様、いやーい、曲がないの見て。こんだけ、こんだけ、これだけしかいかないよ。すごい、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 待って、逆にすごい、すごい。どうでもいい話になってきたね。頑張れって。ありがとうございます。マルコ、マルコです。またプレイ見るねって。うん、見れます。本当に。ちょっと、キクチ、はい、キクチ、キクチ、キクチ。すっごいどうでも話、いい話していい。自分のね、出席番号ね、キクチ選手と同じ番号なんだよ。わー、いいなー。だからちょっと、でも、未だにキクチ選手のわかんない。残留って意味分かってなかったでしょ。何残留？何残留？メジャーとか絶対分かってない。分かんない。あ、ヒロの肖像さん。え、これさ、リオ。そうだよ、リオパパだよね。可愛いな4人組。ありがとうございます。あ、これどうだっけ？ヒロクマさんだよ。クンちゃん？そう。ヒロクマさんか。ヒロクマさんってずっと言ったんよ。と、ロコちゃん。ありがとうございます。ロコちゃん。ワンノット。ディートさん、みなさん、こんにちは。こんにちは。あ、英語で？みなさん、海外の方ですか？こんにちは。あ、そういうことか。ハロー。ハローでいい。ハロー。ハロー。わこまるということで。わこまるです、わこまるです。え、たくやさん、ハート1000個。ありがとうございます。しっかり受け取ります。ありがとうございます。
なって。そう、ありがとうございます。うるさい。ね。でも4人で集まったらみんなこんないつもこんな感じで、ね。そうそうそう。テンションか。ベリオさん、だるま100個投げたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ちびまる子ちゃん。ちびまる子。ちびまる子じゃない。私悪い人みたい。まる子ちびの悪い人みたい。全員それいけカープはもちろん歌える。歌えるカープ。カープ。あとでない。あとで。歌いますよ。歌いますよ。ちょっと一人歌いたい人いますよ、ここに。あとでちょっと歌のコーナーというか、歌の時間を作るので、その時に歌おうかな。歌っちゃう？うん。もうそろそろやる。あと30分、そう。なんか企画入るの？なんかしよう。何したいですか、皆さん。じゃあ、雲の切れ間に、雲の切れ間に最後に歌っとく。だって、トレーニングダンスは楽しかったですか？あれですか？青春トレインのことかな？トレイン楽しかったです。光栄です。ね、できてね、いいし、すごい楽しいし、なんか憧れの先輩の入ってる曲なので。もうそう、萌えちゃん大好きなんだよね。そう、萌えちゃん可愛いですよ、ね。可愛いよね。めっちゃ可愛い。今ね、自分のあの机のところね、やつが萌えちゃんだらけなの。あのラストアイドルの自分がコンビニでできてたやつ知ってますか、皆さん。ラストアイドルのくじみたいなランダム、ランダムの。それと、萌えちゃんのファンの方からいただいた萌えちゃんの写真をバーってやってるから、ちょっとストーカーの部屋みたいになってて、ちょっと大丈夫かなって、そう、大丈夫かなって思ったけど、まあ好きだし、いっかみたいな感じです。わかる、推しに対してはそうなるよね。もうイコラブ、本当に今画像イコラブだらけだっけ、さ、絶対。メンバーは JK ですか？この黄色と紫は JK です。で、黒の子と赤の子は JC です。はい。すぐ5年生。まいこちゃん。まいこちゃんまいこちゃんありがとう。まいこちゃんありがとうございます。揺れ出した。一緒にテンションがまいこちゃん。みんなまいこちゃん来た。テンション上がる。ピサ、ありがとうございます。ピサ。物のやつする？なんかこれは誰のものでしょう？
さっきそう、うん、リクエスト募集した時に私物を誰のでしょうっていうやつをやったらどうって言われたから、うん、それをそう突然ですが入りたいと思います。入りたいと思います。じゃあまず1問出していいでしょう。いいよ、だからルールだけ説明して自分たちの私物を出すので、はい、皆さんコメント欄で誰の私物かを当ててくださると嬉しいですぽいなみたいな、結構簡単なゲーム、うん、じゃあこのペンは第1問ね、レレン、これは誰のでしょうか。誰のでしょう。ちなみに後ろ、後ろちょっとめっちゃ後ろは後ろ落書きをしまくってるね、かわいい。誰のかね、誰のね、しまくってるね、しまくってる、誰のじゃろ。絶対勉強しないね、この人誰のと、誰のでしょう、ね、センス結構あるんじゃないですか。パワパフかな。うん、パワパフ。誰でしょう、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 これ言ったら、あったん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 、勉強するよ。勉強しないなら勉強するよ、私。あーたん、そうだよ、勉強できるんだよ。うん、あーたんね、勉強できるの。そこそこ勉強できるんです。覚えてます、皆さん、粘り残して、そこそこ勉強できるんだよ。うちらのね、初めてね、スプラッシュになった時に出てくる時のね、音楽で。そうちゃんかな。全然話したことなかったけど、頭いいことあったの。うん、そう。あーたん。本当にでも、やばかった、今回は、本当に。ね、人の手に言ったらダメだよ。そうそうそうね、言わんときます。やばかったで止めた。やばかったで止めた。正解でいきますか。で、誰でしょう。正解。正解は。じゃあ手を挙げようか、正解の人。正解は。ドルル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 ルの時に眠気覚ましにちょっとやってました、うん、でもこの可愛いのはももちゃんって、うん、え、だってね、じゃあこれ見て、え、見てて大丈夫ね、これ、何も書いてない。あ、ここはあれかも、友達の名前書いてんだよ、なんか好きな子の、そう、めっちゃ仲良い。じゃあちょっと前失礼します。こんな感じでね、ぽくない、ぽくない。でもあーたんっぽいって言ってあーたんっぽいかも。でもこの字はね、この字はね、ももちゃんだよ。ちょっとね、私だったらこの緑のペンはちゃんとした緑色にしますね。みんな笑って。滑るあーた、滑ったあーた。私でした、ももちゃん。あゆちゃんでした。本当になんか高校はメモすることとかが多くてチェックしないといけないとこが、だからめっちゃ愛用してます。愛用のももちゃんのペンでした。イエーイ。次何でしょう、次何でしょうか、何があるかな。これはあ、これはあれ、これこっちの方がいい、こっちでしょ、そっちでしょ。はい、じゃあ行きます。はい、行きます。ててれん、これ誰のでしょう。ごめん、ももちゃんの、ももちゃんの顔の前失礼します。あーたの顔の前失礼します。いや、ここまで持ってきて。そう、誰のでしょうか。ももちゃんが隠れる。カラムンチョここにあるんですよ、今。さっき食べてたんだよ。そう、みんなで食べてたんだよね。シュークリームとかめっちゃ食べてたよ。そう、割と辛い系のカラムンチョ。これ誰のでしょうか。まあでも辛いから、想像はできそうだけど、誰のでしょうか。これ、簡単かもしれない。ヒントは皆さん、今ヒントを、私はこの間ヒントをあげました。だから、うん、ヒントをあげたから相手のかもしれない。いいかもしれない。でもこれを食べてる人はいつもこれを持ってますよ。うん、本当にね、常に常に、いつも持ってる、いつも持ってるよね、本当に。レッスン2分前でも食べます。レッスン2分前にめっちゃもうすっごい口しちゃったよ、ね、関係なし。ももちゃんと見せかけて萌え子ちゃん。おぉ、ね、本当に食べないよ。辛いのはももちゃん、辛いのはももちゃん、まあね、辛い、辛い。これ結構辛かった、ね、これね、でも美味しかったよね。そうね、食べやすいからさ。でも味は美味しい。そうなんですよ、辛いけど。何のでしょうか。じゃあ答え言います。答え言うよっか。じゃあ正解の人は手を挙げてください。はい、せーの、はい、はい、ありがとう。これタイミングが合わなかったかも。あーたんのでした。私のですよ。そうだね、あーたん、あーたんいつも持ってる、いつも持ってる、これ持ってる。そう、キーワーも持ってる。特典会でももしゃもしゃ食べてほしい。
めながら、ありがとうございます。ありがとうございます。握手の時って絡むんちゃう。じゃあ1本ずつ握手してくださった方にあーしますみたいな。めっちゃいいですね。めっちゃいい。みんなここら辺絡むんちゃう。ね、あの中に作る。全員手の匂い絡むんちゃう。やばいやばい。必需品なのか。あーたんのちょっと本当にね、最近にハマってるもの。そうなの、カラムーチョと、なんかな、あのポテトチップスも食べてる。うん、チョコ好きよね。チョコ大好き。もうお菓子、お菓子を食べながらファンに応対するアイドルの誕生である。はずはず、ひどい、ひどいよ。初だよね、あれ好きよね、かばやきさん。あー、かばやきさんはもう大好きですよ。うん、もう定番ですよ。定番、定番。辛い。第二の激辛担当だった。でも辛いの食べれないよ、あんた。食べれない。多分これがちょうど、これが辛いのと苦いのと酸っぱいの食べれないんですよ。あんまりしか食べれない。そう。でもこれ辛い。辛むちが限界らしいですよ。辛むちが限界。そう、辛むちが限界。辛むちがちょうどいい。そう。マックス。まだまだだな。まだまだだな。最大。まだまだ激辛も忘れないで。本当にももちゃんの激辛マジですごい。なんかね、見ないでさ、ラーメン屋さん食べに、見ない食べに行った時にさ、一人もうラーメン真っ赤だったの。そうなの、そうなの。花道の有名なラーメン屋さんに行って、じゃあ食べれなかったよね。てかそれラーメンって感じ。辛いラーメンってやつをなんかメニューで見つけて、あ、もう絶対これしか食べないと思って食べました。めっちゃ美味しかった。無理、私は無理、食べれば無理。ちょっと舐めてた。もうちょっと私もいけるぐらいだと思ったら、もう無理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 だった。匂いで無理も。昨日もあのファンの方にいただいたトッポギの激辛味を食べて、めっちゃ美味しかったです。え、辛いとは感じないの？いや、辛いに感じるんだよ。ちゃんと激辛の美味しさは感じるんだけど、それがいいんだよ。そう、それが好き。それがいいの。辛いが美味しいって感じ。辛いって感じるってこと？ちょっと辛いのは分かるけど、それが好き。飲み込める。あ、そういうこと？そう。そういうこと？うちらはヒーヒーってなるんだよ。そうそうそう。それが美味しい。そう。だけど、それが好きなの。なんか、辛さがマジで好き。それを飲み込める強さ。そういうことか。好きです。じゃあ次行く？行こう。次さ、ちょっと一個出したいものがある。いいよいいよ。これ出した。あ、いいじゃん。あ、いいね。いいね。全然わかる。ね、これ絶対わかるでしょ。いいね、全然わかる。はい、じゃあこの筆箱はどうだったのでしょうか。私もわかんないこれ。わかるでしょ。スプラッチがついてますね。これはスプラをめっちゃ愛してる。愛してるね。確かに。愛が一。よかった。誰のでしょう。誰のでしょうか。誰のでしょうか。ててんててんてん。誰のでしょう。あずみ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 。やばくない。取っちゃったの。どこちゃん。ネズミ。青色担当って。うん。確かに青。うん。誰のでしょうか。誰のでしょうか。でもね、画面では青に見えてるけどね。うん。青なんですよ。バレてる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 。
を見せられるすごいさ、盛りだくさんじゃない。それがなんかさ、プレゼントがなんか私の家はなんか謎謎みたいな感じで、うん、なんかね、そうそうそう、ちょっと見てください見てください。のこちゃんは私は青いリュックと、うん、あれが引っかかってサンタさん意識高い、高いね、サンタさん。そ う, そ う, そうめっちゃしっかりチェック見てくれてた、しっかりチェックしてくれてた。あれが雪のところから見てくれたんだ。おー、高田萌子はこだわりがあるツイッターもチェックしてくれてたかもしれない。じゃあ、ももちゃん、うん、私はですね、香水をいただきました。おー、シャンティー。ちょっと高校生になって格好つけようと思い、うん、香水を頼んだら来ました、うん、おシャンティー、ちょっと、だから次の特典会はその匂いがするかもしれないです。じゃあ、うちらもこれだな。全力で匂い。ちょっとカッコつけました。え、かっこいい。そうなの、つけたことない。山本ゆのちゃんポーズだって、さっきのお金のやつ。あ、そうね、そう。ゆのちゃんするの、ゆのちゃんするの、ゆのちゃんするの。毎年やってないよね。ほんとに、ほんとにクリスマスのたびにする気がするけど。もうあとちょっとでさ、エンディングね。そうだ、そう、ちょっともうあと10分とかだよ、時間も結構やる。え、じゃあ雲の間に言うた、雲の間に言うた。雲の間に言うた、混ざりすぎだよね。え、カラオケのあるんかい。カラオケは多分マニマニないんだよ。入ってないみたいな。じゃあ、アカペラで歌う。ちょっと、そうだね。いくよ。え、うん、いきます。じゃあ、うちが長尾リオちゃんパート。オレンジのね。一人で歌うってこと。オレンジの長尾。みんなで歌うよ。みんなで歌うよ。そうしよう。え、サビ一番最初。あ、一番最初は一人にしようか。あ、こちゃん。なんで頑張って。え、いいの。
小包なんだよ、これそれは正しい。そう、正しい。小包、ありがとうございます。ありがとうございます。でもさ、ギフトだけじゃなくてさ、星とかさ、コメントとかさ、本当にありがとうございます。もうこんなに皆さんがくださるなんて思ってなくて、1000人は本当に超えないと思ってた、私も。ありがとうございます、ありがとうございます。ルビックさん、かわいい4個、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね、めっちゃ嬉しいね。パチパチだって、ちーちゃん。パチパチえ、チーキと、うん、チーキと、チーキちゃんが、そう、パチパチって、えー、嬉しい、チーチー、ありがとう、ありがとうございます。大好き、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 ありがとうございます。研修生で初めてした時より配信が成長してるって。お、あ、たかこ喋ったんじゃない、ゆうちゃん。そうだよ、頑張ったかもしれません。同じキャラだよね。喋るときは私喋る、めっちゃ面白い。喋らなくなったらもうなんかチーンってなっちゃう。でも最初の時やばかったもんね、4人でやったのね。そう、もうタジタジ、申し訳ない感じだったから。しかも助けてもらって、ね、そう、助けてもらって、そうだね、あの天使の声、そう、実は4人じゃなくてね、6人だったのもね、もうちょっとしゃべりも練習しよっかなって感じで、またやりたいね、やりたいね。ゆうぽんさん、あったおろし紙かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日に限って言うと、私が一番お姉さんに見える？本当に？いや、でも結構いつものいつもだよ、いつものだよ。いや、いつもね、自分はね、ツッコミが多くてうるさいんだよ。でもリーダーって言ったらもんじゃない？この4人でリーダーって言ったらもうちゃんぐらい。でもなんか何でもできるよね、うん、だってさ、ダンスも歌もできてさ、可愛くてさ、性格もよくてさ、髪もできるし、メイクもできるし、おしゃれだし、部屋も絶対綺麗だ、うん、おもちゃ部屋は昨日めっちゃ綺麗にしたのよ。それまでめっちゃ洋服散らかって、年末のお掃除みたいな。そう、めっちゃ散らかってて、ね、で、しようしようと思って、うん、もう昨日めっちゃ綺麗にしました。どうやった昨日？そう、本当に服が散らかりまくって、気持ち悪い、めっちゃ分かる、ない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 って今気づいたら、あ、やばい、やりすぎた。出ない、本当に教えていただきたいわ、ちゃん激感用意するから来て。あ、ピさん、尊い、ありがとうございます。尊い、尊い、尊い、推しが尊い、わかる、あーたんが尊い。ね、一番年上の子だね、実はね、うん、でも落ち着きがやっぱり大人だよ、うん、確かに本当に対応も大人だよ。頭の年齢12ぐらい。前精神年齢6歳だったもん。そう、精神年齢が分かるね、あのね、心理テストがある。そうなの、ね、なんかね、ちょっとやっていいかね、うん、今なんか階段を登っています、うん、はい、で、途中で途切れました、うん、あ、自分が限界とかじゃなくて途中で途切れたんよ、うん、それの、その途切れるまでの登るじゃん、うん、1段登る、うん、で、それ途切れるまで何段でしょうか、自分が10段登った、10段、20段、20段結構いってる、何段わかんない、数えられない、数えてる、数えられない、まだ自分数えよう、え、多分、え、結構登った、途切れる途切れる、6ぐらいかもしれない、100ぐらいかもしれない、100、あ、すみません、100、え、それはあなたの精神年齢です。待って、間違えた、え、もう精神年齢テストですって言ったら計算、6歳で、20歳で100歳、あ、6歳、ちいちゃん、いや、もう違う、ちいちゃんはさ、今日すごい、今の想像がすごい綺麗だったの、何もないところで、ただ階段が入って、わかる、そうです、そう、下見たら全然何も見えなくて、階段しか見えなくて、で、そう、切れるっていう、だからもうらしいですね、もう速報してるから、速報です、もやかちゃん、はい、精神年齢100歳、そう、悪めに速報、これはツイッターに出してもいいですよ、長寿だって、長寿、長寿100歳でこの見た目すっごい綺麗ですよね。そうだよ、さっきさ、カップ歌うって言ってたよね、はい、カップ歌うみんなで、うん、一人分かんない人あるけど、じゃあもう今日はワンフレーズでいい、いいよ、カープカープカープ広島広島カープということで、ということで、今度はあったちゃんと練習させます、そう、ね、広島人として、うん、そうだよ、そうですね、練習します。カープも歌ってからサンフレも歌う、サンフレ歌いたい、サンフレは分かるよ、広島ないと歌う、うん、いいよ、
広島ナイトでいいですか皆さん。そうしようそうしよう。一緒に歌って。一緒に歌いましょう。画面の向こうで、あのハロデスクの前で広島ナイト歌いましょう皆さん。いくよ、行こうか。いいよ。せーので。最高でどこまでも走り出せ走り出せ輝け俺たちの誇り広島広島おー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 もう一回、はい、最高でどこまでも走り出せ走り出せ輝け俺たちの誇り広島広島おーよってあ、じゃあ、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 
OK ありがとうございました。本当にありがとうございました。楽しかったです。1238人。すごい、ありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さんにまたお会いできるときを楽しみにしてます、はい、ありがとうございました。よいお年を。待ってよ、うん、あ、ここね、 OK、 よし、大丈夫、うん、せーの